皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は園芸用培養土についてお話し,しようと思っています普段出宿根草やバラなどの植え付け用土は自分でブレンドしているので培養土を購入することはほとんどありませんしかし種から育てているパンジーとビオラをそろそろビニールポットに植え替える必要がありますそこでこのパンジーとビオラの土という商品を購入しました 果たしてどのような資材がブレンドされているのでしょうか園芸ガーデニングに興味のある方や培養土について詳しく知りたいという方は是非最後まで動画をご覧ください それでは早速、パンジーとビオラの土に何が入っているのか見ていきましょう。パッケージの裏側に主な配合原料が記載されています。ココピーとバーミキュライト、パーライト、タイヒルイ、ホとなっていますね。おそらく一般的な園芸用培養土は似たような資材をブレンドしていると思います。取り立ててパンジーとビオラの土だから特別に入っている資材というのは見当たりません。 パッケージには、ペーハーをパンジーとビオラの栽培に適したものにしているとか、初期肥料配合なのでスムーズに生育すると書かれています。強いて言うと、このあたりがポイントなのかもしれません。続いて、他の培養土に配合されている材料と比べてみましょう。ご覧いただいているのは、 先日、パンジーとビオラの種まきの際に使用した種まき用土のパッケージの裏側です。ここには、主原料としてピートモス、バーミキュライト、焼き土などと書かれていますね。比べてみると、パンジーやビオラの土には堆肥が含まれていますが、種まき用土には含まれていません。焼き土を使っていることからも、種まき用土はなるべく無菌の資材、 もしくは雑菌が少ない資材を選んで使っていることがわかります一方でパンジーとビオラの土は材料を見ただけだとあまり意図が感じられません実際に中身を見てみましょう袋を開けて中身をビニールポットに入れました見た目はこんな感じです 実は意外なものを見つけました。小さいのでわかりづらいかもしれませんが、もみがです。原料に記載がなかったのですが、もしかしたら大秘化されたもみがなのかもしれませんね。実際に色も濃い茶色をしています。あと、パーライト以外はほとんど粒状の用土が見当たりませんね。 どちらかというと粉状になっているバーミキュライトや何かしらの土が多く入っているように見えます。見た感じでは保水性重視の培養土という印象です。一方で、もみ殻堆肥やパーライトを入れることである程度の通気性水はけを確保しているといった感じですね。実際に水はけチェックをしてみましょう。 それでは水はけチェックをしていきます。午後、ビニールポットに培養土を入れて、シャワー状の水をかけていきます。最初の水やりでは、スムーズに水がはけていきましたね。繰り返し水をかけていきます。ややゆっくりめではありますが、水を含んだ後、スーッとはけていきます。そこまで水はけが悪いという感じではないですね。 ビニールポットは鉢底に穴が1つしか開いていないのでどちらかというと水はけが悪い鉢ですスリット鉢や菊鉢のようにより水はけのいい鉢を使えば根腐れの心配はなさそうです実際に水をかけてみてやはり保水性重視の培養土だなと感じましたあとはパーライトやバーミキュライトが配合されているので比較的軽めの土ですね軽い土は、 蜂の移動やや保や水性に軸足を置きつつ水はけもそれほど悪くないそれでいて使う人の作業性まで考慮されているのでよくできた商品だなと感じましたそれでは今回の動画のまとめです パンジーとビオラの土についてお話しました普段培養土を購入する機会がほとんどないのでこうやって培養土の中身を詳しく見るのはとても興味深いです皆さんそれぞれ栽培環境が違いますし水やりのタイミングなども異なりますですから万能な培養土というのは存在しません培養土に含まれている材料を通してメーカーがどういった意図を持っているのかがわかれば よよりり自分に合ったものを見つけやすすくなりますよね植え付け用土を自分でブレンドするのもいいですがやはり手間がかかるのでこういった培養土をうまく利用するのもいい方法だと思います。